じいさんの住む山に預けられた女の子。友達はヤギ飼いのペーター。外に出られるここの方がずっと好き。大自然に囲まれて楽しく暮らしていたある日。ハイジ、フランクフルトのお金持ちがお嬢様の友達になってくれる子を探しているの。クララよ。教育係のロッテンマイヤーさんよ。走ったり飛び跳ねたりすることは一切禁止です。大声を出すのもいけません。読み書きができないですって。ずっと一緒にいてね。山が全然見えないわ、おじいさん。ちょっと待ちなさい。ハイジ、こんなところで一体何をしてるんだ。無病だ、起こさないで。山が恋しいんだね。あなたは別の世界もたくさん見てるでしょ。もし何かを楽しいと思えたなら、誰が何と言おうとやらなきゃダメよ。おじいさん。ハイジの眩しい笑顔がみんなを幸せにする。ハイジ、アルプスの物語。